レイトン教授の黄金像か。先生。まあね、実際さ、なんかその、レイトンさんの腕取れてたじゃないですか。あれがちょっとね、グロくてね、なんかね。あ、綺麗。ああ、やっぱり取れてる。これさ、仮に魔法で元に戻したとしてもさ、腕大丈夫なんでしょうかね。くっつけておかないと。これは、腕が折れている。あ、でもこれじゃあさ、ナイフ持ってたかどうかは、わかんないですね。先生ー。いや、これは酷だわ。これが黄金の魔法。なんと見事な輝きであることか。そうですね、なんか、レイトン教授博物館とかあったら、こういうの展示されてそうだけど、実際の実物のレイトンさんがもうこういう風にされたんじゃまた話変わってくるから。ちなみに現場から被害者の腕は発見されていない。え？なんで？そんな、先生、どこ行ったの？あれ、地下室に落っこしちゃったんじゃないの？とにかく、その黄金像をその証拠品として受理します。証拠品？証拠品にされちゃったレイトン教授が、ゴルドラの魔法をかけられたレイトン教授の黄金像。右腕がぽっきり折れている。右腕ね。しかしこれはどう考えればよいのか。これでは被害者がナイフを持っていたかどうか判断できませんよね。確かに。あれ？お願い言わせてください。てかそう、迷いちゃんがその現場を一番知ってるんだからさ、話させてあげないと。迷いちゃん。あの時、教授はナイフなんて持っていませんでした。それに、はい。あの部屋には私以外にはもう一人、いたと。魔女がいたんです。お願い信じてください。それってさ、魔法陣から出てきたやつだよね、多分。被告人よ、もう一度だけ確認しておこう。檻の中の魔女は歌を忘れたことに、声を発することは許されぬ。話もできないのかよ。その命の灯火を少しでも長くこの世で燃やしたいのであればな。そうですね。まあ、マヤちゃんの言ってることは多分本当だから、まあ、レイトンさんはきっとナイフなんか持ってなかったんだよ。ってことは、だから、先生の言ってたことは、まあまあまあ、見間違いというかね。まあ、ルークさんも言ってましたけど。でもあの現場にもう一人別の誰かがいた可能性があります。こいつを見れば明らかです。被害者は対決していた。すいません、喉がね、おかしくなったのでちょっと飲み物を飲んできました。青き弁護の騎士よ、貴様は何も分かっていない。何ですか？事件が起こった時、この男が何に向かって腕を伸ばしていたのか、その正体を知らないのは、おそらくこの法廷で貴様らだけだ。貴様らっていうのは、どういうことですか？そうであろう、誉れ高き証人の衆よ。何、他の人たちは見てるってことですか？このエミール・サンドバッグ一世、街の噂と怖い話は大好物だぜ。あなた見てたんですか、エミールさん。おお、漆黒の森の底より現れし悪魔よ。姿は見えず、後に残るは死の影だけ。影？あらあら、まあまあ、おやおや、そんなことも知らずに弁護なんて。そんな先生が対決していたのは迷いさんだけじゃなかった。あ、じゃあ、第三者がいたってことなんですか？じゃあ、そうなってきたらさ、話は変わってくるんじゃないんですか？それでは証人の衆よ、証言するがよい。その人が黄金に変えたかもしれないじゃん。ゴルドラの魔法を使って。魔女と被害者の間に落ちたもう一つの影について。あの錬金術師の事件ならみんな知ってる。だから今回だって嫌でもピンとくるぜ。同じ現場で同じ魔法の手口、杖を落としたのが運の尽きね。何？あの錬金術師さんもさ、
あの黄金に変えられたってこと。おお、もつれた糸をたぐれど真実は見えず、魔女は迷路の奥深く消え去りぬ。先生は魔女の謎を解いたせいであんなことになってしまったんですね。え、先生は魔女の謎を解いたって、あの一瞬で解いたの？レイトンさん、さすがですね。あの一瞬見ただけで魔女の謎を解いたの。同じ魔法の手口。今から3ヶ月ほど前のことだ。今回の事件と同じ、この現場で一つの命が魔法によって奪われた。この屋敷の主、ミスト・ベルデューク博士、錬金術師として知られていました。彼は首を絞められて殺害されたのだ。首筋に指の跡がはっきり残っていた。あ、この人はもう、あれなんだ、魔法とかじゃなくて、首絞められて殺されたんだ。現場は内側から鍵がかかっており、その鍵は被害者のポケットにあった。なんか思ったんですけど、この地下のさ、話全然出てこないけどさ、わかんないけど、魔女は地下に逃げたとかないですか？あ、でも、ナルホドくんいたから、まあ、逃げたらナルホドくんが見ると思うけど。つまり犯人の出入りは完全に不可能だったことになります。密室から消えた犯人。今回の事件と同じということか。さらに現場の床には大量に薬品の粉末が飛び散っていた。薬品の、ありましたね。小麦粉かと思ったけど。ベルデューク博士は錬金術師でした。様々な薬品があるのはよろしい。問題はその薬品の上に、一つの足跡も存在しなかったこと。誰も近づいてないっていう。あ、そうだね。え、でもだから要するにさ、考察、首を絞めて殺した後に薬品こぼしたんじゃないの？それってどういうことですか？ベルデューク博士を殺害した犯人は鍵のかかった部屋から消えただけでなく、足跡も残さず空中を滑るように移動した、そう考えるしかないのです。いや、ただその上を通らなかっただけなんじゃないの？つまり私の事件で使われた見えへんではなかった、だということですね。あれは、ただ姿見えなくなるだけで、その場には存在してるからね。空中を移動して首を絞めて殺害。そのまま消えた犯人。まあ、でも魔法使ってるみたいな感じだね。そこだけ聞くとね。でも、それが今回の事件と何の関係が？あの事件から3ヶ月の時が過ぎた。しかし、我々はその魔女を発見することができずにいたのだ。え、だから今回、レイトンさんを黄金に変えたやつが、ミストベルデューク博士を殺したやつだと？同じやつだって言いたいんですか？しかしついに今宵、我々はこれからその魔女を裁く、この法廷で。なんですって。まさかもうそれさ、めんどくさいからもう、今回のやつが犯人でいいじゃんみたいなさ、感じじゃないの？その、あなた方のザルな操作にさ、我々巻き込まないでくださいよ。錬金術師ベルデューク博士の命を奪った、そういうつもりなのか。別にそんなに関連性ないじゃん。今回のレイトンさん別に首絞められて殺されてるわけでもなければさ。別に魔法を使っ、別にね、黄金に変えられたわけでもないわけだし。さあ尋問するがいい。貴様にもわかるだろう。錬金術師と帽子の男、二人を繋ぐ真実がな。え？いやり！わかんないよ。そんな、だって、そもそも僕たちがこの街に来たのは。え？二人を繋ぐ真実？同じく部屋で殺されて、すべてはこの裁きの場、尋問にて明らかにされるべきである。え？似通ってる？殺され方とか。あの錬金術師の事件ならみんな知ってる。だから今回でも今回だって、嫌でもピンとくるじゃん。鍵のかかった部屋で殺害されたベルデューク博士ですか。ああ、とにかく、あの時はもう街中大騒ぎになったよな。大きな声じゃあれだけどさ、あの先生、あれなわけだろ。な。いや、何ですか、それ。ちょっと大きな声で言ってもらえませんか？私たち知らないんで。
なと言われましても何ですかあれって。なんか、曰くつきだったんですか？錬金術だよ、錬金術。全く、魔法とどう違うってのは。あー、でも錬金術はさ、あくまでもその、なんだろうな、俺でもあんま違いわかんねえな。魔法はほんとさ、火の玉とか出したりとかさ、あれだけど、錬金術はあくまでも金を使ってっていうことなのかなっていう、そういう、まあ俺の中の知識だとそんな感じですけど。ベルデューク博士は男である。魔女ではありません、それに。あ、まあ、そこもそうだね。錬金術は魔法ではありません。え、何でしたか。錬金術ちょっと誰かに教えてもらいたいな。自然を司る法則を操る秘術であると聞いている。自然を司る法則を操る秘術。そうなんだ。透過効果みたいな。ああいうイメージなんですけど、私の中の錬金術って。まあ、俺っちにしてみりゃ同じだけど、自然だって魔法みたいに怖いぜ。あの先生が魔女にやられる数日前の晩に落ちた例の雷とかな。ああ、急に鐘楼が現れたやつか。例の雷？おお、そうともさ。まあ、確かにそうだね。まあ、これは不思議だわ。いきなりピシャーンと来たと思ったら、お空が真っ赤に燃え上がってさ、その炎の中から古い金付き堂がにょっきり出てきたんだぜ。すげえな、自然って思うだろ。ああ、まあ、何にもそういう知識ないから俺もそう思うね。うん。ガブガブ。このまま飲み続けたら死ぬんじゃないかな、こいつ。どうやら証言がずれてきたようだ。今回の事件について語ってもらおうか。同じ現場で同じ魔法の手口、杖を落としたのが運の尽きね。同じ魔法の手口ってのはちょっと気になるんだけどさ。どういうことですか？先生はね、魔法の研究もしてるの。だから、3ヶ月前の事件も調べてみたわ。その結果、あの事件で使われた魔法はこれしかないって思ってたわけ。虚空より現れ、音もなく宙を滑り、虚空に姿を消す殺人者ですか？ああ、空に浮かぶ魔法？そしてさっき提出された魔法杖を見て、それが正しいことが分かったの。ああ、空に浮かぶ。空飛べるみたいな魔法ですか？浮遊するみたいな。さすが、侮れぬ。我が恩師、タターゼル先生。恩師だったんだ。あなた、あの人に教えてもらったんだ。あの検査士さんも教え子なのか。当時、現場の状況から魔法捜査班が出した結論もある魔法だった。なるほどさん。あ、見つけましたか？ちょうどいいタイミングで。見つけました。あの杖。紫の魔法石のページを。魔化杖？なに魔化杖って。魔化杖？そう、この紫の石は魔化杖。使い魔を呼び出す魔法だ。なるほど。あれは使い魔だったのか、あの魔法陣から出てきたやつは。虚空より現れ、音もなく宙を滑り、術者の命令を遂行して虚空に姿を消す。暗殺の小悪魔、それが魔化杖の使い魔です。あ、じゃあそれが首を絞めたってこと？ベルデューク博士は。博士の事件の時は。それがあったんじゃないかと。今回のさ、やつは、黄金に変えられてますけど。なんですって、それじゃまさか。まあ、同じ杖が使われたってことか。ベルデューク博士の命を奪った使い魔が、今回再び現れたのだ。シルクハットの男はその使い魔にナイフを突きつけて、対抗したのだろう。しかし、悪魔には勝てぬ。使い魔は命令を遂行して、姿を消した。つまり、今回の犯行と3ヶ月前の殺人事件は同一の魔女による犯行だったのだ。まあ、そういう魔法があるって聞いちゃうと、まあ、関係、そうだね。あるかもしれない。まあ、ただ、迷いちゃんは違いますよ。どっちの事件の犯人でもないんでね。なんだって。どうやらこの裁きの場で2つの事件は繋がったようです。この魔法杖によって。そうか。そんな、
今回はそういう設定で話を進めていくってことですね。マカツイ。宙を舞う使い魔を呼び出し操る。物理的に存在するが質量は持たない。質量は持たない。ああ、なるほど。なんということでしょう。ベルデューク様の命を奪った容疑まで、さらに罪を重ねられた。あらあら、まあまあ、お分かり？タターセル先生の目はごまかせませんとも。あの現場で本当に起こったこと、今度のテストに出ますからね。やだな、こんな先生。慎んで伺うとしよう、証人。あの帽子屋さんは魔女が呼び出した使い魔にナイフを突きつけて抵抗したの。ちょっと待ってください、でもさ。でも、これ見れんのかな？これじゃないな。突きつけるで、まあ、突きつけませんけど、使い魔にナイフを突きつけて抵抗をしたって言うんだけど、ちょっと魔法大戦、あ、魔法大戦だった。物理的に存在するが質量持たない。ああ、物理的に存在はするんだね。で、術者の視点の中心に最も近いものが対象になる。まあ、とりあえずちょっともっと話を聞いていってみましょうかね。待った！その使い魔ですけど、先生は目撃していないのですか？あらあら、まあまあ、残念ね。あのちっちゃい子がドアを開けたとき、ちょうど使い魔が消えたとこだったのね。ほんと、あともうちょっとだけ早ければ。あの子が先生のクラスの子だ。っていうかさ、今思ったんだけど、使い魔を呼び出していたんだったら、ゴルドラ使えないんじゃないの？二つの魔法同時に使えないんじゃなかったっけ？使えるんだっけ？使えるんだったとしたら、もう今の俺のこの推理、全く無意味ですけども。使えるのかな？どっちも使ってたのかもしれない。どうしました、ルークくん。いいかな、ルークくん。ちっともよくありません。どうしました、どうしました？先生の証言、どう見ても何か言いたいことがありそうだね。あなた先生嫌いでしょ、あのタターセル先生。だからさっきからずっと言ってるじゃありませんか。先生が人にナイフを向けるなんてありえません。だから使い魔に向けてたっていう風に言いたいんじゃないの？あの人は。あらあら、まあまあ、おやおや。でもね、坊や、先生は見たわけ。ギラリと光るあの鋭いナイフの切っ先をね。ナイフの切っ先？とにかくご覧の通り、現状被害者はこんな感じです。なんかすごいざっくりした言い方。ナイフを持っていたかどうか断言することはできません。被害者が何を持っていたか、そんなことはどうでもいい。そんなことって何ですか？どうでもいいってどういうことですか？今ルーク君気が立ってるんだから、ちょっとあんまりね、そういう風にね、ぶつかっていかないように。やれやれ、それにしても折れた腕はどこへ行って。そうなんだよね。そうですよ。ちゃんと探してく。おっと？誰か今反応してたぞ。知ってんじゃねえのか、この人は。よろしいですか、おじさん。エミール。おじさん。気安く呼ぶな。要はその、エミール・サンドバッグ一世なるぞ。もうだんだんもう出来上がってきてないか、この人。伸びすぎて。何を、あさっての方を向いてるんですか。どっちを向こうと、このエミール・サンドバッグ一世の勝手だ。とにかく、あ、ちょっと待って。あ、なんか、ちょっと待って。なんか読めた気がする。なんかこの人がさ、こんな風にしてさ、なんか、シュンとしちゃってる感じがさ、とにかく、俺ちゃ知らんぞ、そんな右腕なん、この人絶対知ってるよ。てか、しかもこの人さ、宝石いっぱい持ってんじゃん。俺絶対さ、レイドさんの右腕の、黄金の右腕をさ、金に変えてさ、で、これで、で、そのお金で今、お前、その宝石つけてんじゃねえのか。なるほどさん、少しよろしいでしょうか。
ん、何ですか魔法姉さん、お気づきになられましたか魔法姉さんも。これは私の気のせいかもしれません。間違っていたらごめんなさい。でもあのおじさま、ひょっとするとちょっと怪しいような気がしません？魔法姉ちゃん、それね、気のせいじゃないよ。怪しいから、この人。そうだね、なんというか、この上なくあからさまに怪しいと思うよ。みんなそう思ってる、多分。おじさん、被害者の腕について何かご存知なんですね。あなた、売りましたね。絶対そうだ。ご存知じゃねえよ。なんにも知らねえよ。見たことも、聞いたことも、ポッケに入れたこともね。今すぐ、これ、現行犯逮捕だよ、これ。ポッケに入れた？とにかく、俺っちじゃねえ、俺っちじゃねえからな。え？貴様、エミール、おのれ、わしを騙したな。何あれ、これ、質屋の人だよね。あれ、これ、あなた、もしかして、売られた方ですか？右腕を。あの人に売ったんじゃねえのか？静粛に、そなたは一体。あれ、いないんですけど。あれ、よくぞ聞いてくださった。あっし、質屋のハッチというものですがね。シュンとしてる。この野郎はとんだ食わせ者ですわ。ハッチすっかり騙されちまいました。騙された？あれは、あの事件があった日でした。ハッチの店にこいつが現れたんですよ。素晴らかしい美術品が手に入った。とか言って。素晴らかしい。美術品？これは、きな臭い匂いがしますね。こいつなんですけどね。おいおい、どっかで見たような。しかもこれ、ナイフ持ってねえな。これは、先生。よくも先生の右腕を。何しとくれとんじゃ、まったく。純金がまばゆくも美しい芸術品。タイトルは明日へだとか。ちょっと俺の目もやばくなってきたな。まあまあ確かに金の純度は、それは素晴らかしいものだったので、それなりの金額で引き取らせていただいたわけですがね。なんという。おい。それがどういうことだ。人様の腕をもぎ取って売りつけるとは、あんた悪魔かバカついか。あんたこそこう、あれだな。まゆちゃんと場所交換した方がいいんじゃないか、もうこれ。知らねえよ。俺っちが見たとき、奴はまっすぐ明日を指さしていたんだぜ。どういうことですか？あの日、現場に一番遅れて駆け込んだ俺っちの目に真っ先に飛び込んできた。天に向かって、気高くそそり立つ、あの黄金の指先が。まるでその指先は、そう。明日を指し示すかのようだった。その詩的な表現されてもさ。俺っちにとっては、それはもう芸術品に他ならなかったのだ。それで、そのままポッケに入れて、質屋へ持ち込んだというのですか？適当な題材と適当なタイトル、明日へをつけて、はい、逮捕ですね。はい、現行犯逮捕。だから、あさっての方を向かないでください。うるせえ、どっちを向こうとこの、エミール・サンドバッグ一世の勝手だ。明後日だろうが明日だろうが、大事なのは未来を見ようぜってことだ。それがこのエミール・サンドバッグ一世のメッセージだったんだ。じゃあまあご退場いただいて、話を先に進めましょうかね。あ、元に戻った。どうやって元に戻したの？あれ、ボンドで止めたの？とりあえず職人の手により腕を持ち主に返すことができました。さすが職人。それでは法廷の技師たちを続けるがよい。とにかく、これで一つはっきりしたことがあります。ご覧の通り、被害者はナイフだと持っていなかったのです。なんだっけ？タタセール。あ、じゃあタターセール先生。あらばあ。確かに先生の間違いだったみたい。考えてみたら先生たちが部屋に入った時、その人もう黄金になっていたのよね。なんだナイフって。やめてくれよ、ちょっと情報足すの。皆さんの証言を聞く限り、そうだったみたいですね。その鋭い指先がキラリと光ってナイフに見えちゃったのかしらね。確かにその指先、技物の剣先のごとく一点の曇りもない。突
きつけられたものが思わず震え上がる、そんな圧倒的な迫力があります。レイトンさん、これ褒められてるのかな。これ褒められてますよ。先生の指先はどんな謎も貫き通し切り裂けますからね。あ、ちょっとルークが元気になった。どんな指先だよ。私、なるほどさんの指先だってなかなかのものだと思います。あ、そうですね。指下げにかけてはなるほどくんも負けてないと思う。慰められたみたいだ。慰めてくれたんだ。それで青木弁護の騎士を、たったそれだけか。え、何が。さっきも言ったはずだ。被害者がその手に何を持っていようと思っていまいと、事件には関係がないとな。でも、そうですね。そうですね。そうだぞ、この野郎。何だったんだよ、今のは。このエミール・サンドバッグ一世が無意味にめった打ちされただけじゃねえか。まあ、まあまあ、でもさ。まあでも、あなたも、ね、過ちが許されてよかったですね。レイトン教授の腕、他にも何か手がかりはないのか。せっかくですから、もう少し何か聞いてみませんか。そうだな、聞いてみようか。何か聞いてみますか。それでは、おじさん。被害者の腕についてもう一つ聞かせてください。いくらで売れたか。関係なくない？どこに落ちてたかかな？いつ見つけたかはあれでしょ？一番最後に入ったから、まあ、すぐに見つけたんでしょうけど、どこに落ちてたんですか？場所。被害者の腕、部屋に入った時、床の上に立っていたんですよね。ああ、そうさ。まさに明日へって感じだったぜ。折れた腕が奇跡的なバランスでたまたま立った、そう考えるしかない。奇跡だな、それ。奇跡を起こす指先か。さすがレイトン教授だな。ここに現場の見取り図があります。よかったら教えてください。その落ちた場所ね。被害者の腕がどこに立っていたのか、その正確な場所を。いや、それならはっきり覚えてるぜ。ちょうど、この辺りだな。あれってことは指先はそっちに突きつけてたってこと？あれ、そっちに突きつけたってことじゃないの？最初のさ、情報だとさ、確か、確か、右の方向を向いて、突きつけてたよっていう風に、言ってたんだけど、まあ、でもその情報はね、タターセル先生が、まあ、なんか、記憶が曖昧だったっていうので、まあ、ちょっとうやむやにはなったけど。被害者が倒れて、腕が倒れた場合、その辺りに落ちそうな位置だと言えます。いや、でもさ、反対方向じゃない？左方向向いてたわけだから。現場のこの位置関係。何かおかしなところがないだろうか。いくら見つめても無駄だ、青木弁護の騎士よ。それとも、様お得意の矛盾でもある、そう主張するつもりか。レイトン教授が身をもって残してくれた最後の手がかり、その指先はきっと何かを指し示しているような気がする。迷いちゃんをこのピンチから救い出す謎を解明するその鍵を。でも指差してる方向、迷いちゃんの方向じゃない気がするんだよね。どうなのですか、弁護士。この見取り図、何か問題がある？ないわけないわ。あるって言っとこう。もちろん大きな問題があります。なんだと？大問題ですよ、これは。被害者の腕が見つかったことではっきりしました。この見取り図の位置関係は大きく矛盾しているのです。それでは弁護士を指摘するがよい。この位置関係、被害者の腕と大きく矛盾しているものとは、